リッキー・タロット・リッキーです。この世に起こりうる事象事案をスピリチュアルの観点から考察していきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 K ダッシュ退社、独立、俳優としてあと10年自分には一体何ができるのかというコメントを発表されました。渡辺謙さん、世界の、もうラストサムライ、渡辺謙さんを今回占ってみたいと思います。もう今年最後ですね。31日ラスト、大鳥渡辺謙さんを占いたいと思いますが、まずホロスコープ見ていただきましょう。さんと言いますと、やっぱ多くの人がラストサムライを思い浮かべるんじゃないですかね。もしくは、自分世代だと独眼竜政宗のイメージ。だけどもうもっぱらやっぱりね、国際俳優というか、やっぱ世界的な役者さんで、ラストサムライのイメージが強い。で同時にあれって思うのが、なぜそういうパブリックイメージの人があららこんな浮気しちゃうんだろうというような式場問題を抱えてらっしゃるんですよね。身長が185センチでもう白人に身を取りしない、むしろ白人よりがっちりとしたしっかりとした骨格を持ってらっしゃるんですが、同時にとてもとても病気がちでもあるんですよね。そこら辺のアンバランスさがちょっと気になる方でもあります。今年はですね、年運なんですが5カルマに当たっております。そしてセクターが平門名医に当たっておりますね。リセット、人生における重要な決断をする時節に当たっております。そしてこれからしばらく良い運気が続きますので、乗っていかれるんじゃないでしょうか。命理がですね、鬼門遷移の方です。海外でやはり成功される、発展されるという暗示持ってらっしゃる方。そしてもう一つ波紋が病薬医に当たっております。もちろん逆側にあります検問は財帛位に当たっておりまして、非常に経済的にパワフルな方ですね。そしてですね、娘さんのアンさん、静粛の方なんですが、アンさんとの関係性は一番直近、もうお隣さんですね。A心の関係です。そしてアンさんの元旦那さん、今もう山ごもりしちゃってらっしゃる東出昌大さんとも、なんと一番側近の栄心の関係。東出さんは龍宿の方ですね。だからアンさんと東出さん挟んで、もう直近の栄心なんです。だから健さんが両方とも仲立ちじゃないけどさ、仲介じゃないけど、そのポジションにいられるんですね。で健さんもやっぱ女難の問題非常に抱えてらっしゃる。そして東出さんもまさにそうで、何とも感じる間柄ですよね。だけどこのホロスコープ見た限りでは、健さん年齢的にもね、それは若い頃のように活躍はできなくなるかもしれないけど、普通に良い運気は持ってらっしゃるんですよね。よし、タロット行ってみましょうか。よしと。では参りましょう。世界的な役者さんであります渡辺謙さんのエネルギー磁場見てみたいと思います。ソードの2。俺なんでこんな浮気しちゃうんだろうなみたいな、この浮気しちゃうエネジーどっから来てんのかなっていう、渡辺謙さん自身がなんか一番きょとんとしてるような気がしますよね。で謙さんっていうと独眼竜政宗で昔やってらっしゃった時に独眼竜やって、でその後の角川映画でしたっけ「天と地と」っていう、これまあ大こけしたって言われてますけど、私けど意外に大人になって DVD で見てそんなに悪い映画だと思わないですけどね、この「天と地」っていう。でこの「天と地と」っていう映画の撮影中に白血病を患いまして、うんそっからなんですよね。白血病を患って、この渡辺謙さんちょっとなんかこうそっからずっとなんか病気がちになられる。で同時にその1番目の奥さんがこの辺りで、まあそれだけが理由ではないだろうけれども、宗教に思いっきりのめり込んだらしいんですよね。でまあ病薬医が当たってらっしゃる方なんですけれども、波紋にこう病薬医が当たってらっしゃるんですが、なんかこうなんつうんだろうな、だから健さん自身やっぱすごくこう病気にまつわる暗示持ってらっしゃる方で、もう明日がないんだぞみたいな、もう今日しかないんだぞっていう肉体レベルの、肉体由来のエネジーみたいなものが少しでもこうなんていうの、可能性がある女性に自分のこう DNA 遺伝子を伝えなきゃいけないっていうような、なんかこう渡辺謙さん自身が分かってないようなエネジーがこう湧き上がってんじゃないかなっていう。もう渡辺謙さんのなんつうの、もうラスト侍的なパブリックイメージから、もう絶対浮気しちゃダメじゃないですか。もうそれ謙さん自身も理屈じゃ分かってると思うんですよ。もう一番なんか不釣り合いなもう粗相、それはないでしょみたいな、それやっちゃダメでしょみたいな、だけどそれをなんかきょとんとやっちゃう人なんですよね。だから謙さん自身が一番なんか分かってないのかなっていう、うんなんで俺こんな浮気しちゃうんだろうなみたいな、なんかそんな気がしますよね。だ奥さんがなんか宗教に走っちゃうなんか下りもなんかすごく感ずるものはありますね。なんかそしてですね、まあ天と地とっていう、まあ、角川映画なんですけど、まあ、大こけしたんですけど、多分健さんがやってたらもうちょっと成功してたと思いますね。確か黒澤明監督の「乱」っていう映画が世界的に評価されたんですよ。それのエンターテインメントバージョンかな。それを角川さんが焼き直ししてやったみたいな映画だ。これが大ごけしたよね、渡辺さんがこう降板することによって。私だけど大人になって DVD で見てそんなに悪い映画だと思わなかったですけどね。はい。でそして5、仕事のマンネリ、新たな息吹みたいなものを欲していらっしゃいます。そして愛、まだやっぱり愛、自分の、恋する人に愛を告げたいみたいな、そういうエネジーを持ってらっしゃいますね。女性が必要、名号体、そして逆名号体入れます。ドン。今メイイのシーズンであり、人生において重要な決断、リセット、再生、そのカードが来てますね。そして5、これはどうでしょう、過去の女性遍歴でしょうか。そのエネジーが来ています。だけど渡辺謙さん結構打ちのめされてるように見えますね。そしてタイト、ペンタクルの5、耳深なのが来たね。やっぱりなんかどうだろうね、なんか添い遂げられるような女性を探してるみたいな感じかな。もう63歳ですので、まあ、今後70代に向けてなんか最後なんか添い遂げられる女性みたいな、そういうの必要だよってなんか言ってるかな。まだまだこうそうなんだよね、愛を告げたいっていうエネジー持ってらっしゃるんだよね。屈強な。そして最後いきましょう。ドン。カム&ゴー。いい運気を持ってますので、普通にこう63歳そして事務所を退社されて、流れていくかなっていう運気がそんな感じですね。一番この天井に来てるこのカードですよ。なんでケンさんがこんなに浮気しちゃうかみたいな、一番浮気しちゃダメでしょうみたいな人がなぜそうなっちゃうかっていうね。そうなんだよね。だけどなんか私はね、そのやっぱりケンさんのこう DNA が、女性をなんか求めてるような気がするよね。少しでもこうなんかなんていうの、健全な自分に合った自分の DNA が持ってるその悪い部分を補ってくれるような女性、それを我々 DNA の媒体でもあるじゃないですか。自分のバトン、遺伝子のバトンを未来につながなきゃいかんっていう、だからそういうエネジーが湧き上がってて、ケンさんなんかなんか女に走っちゃってんじゃないかなっていう気がするんだよね。こう盲目的に二枚舌みたいなさ、なんで俺こんな嘘ついちゃうんだろう、なんでこんな不実を俺なんでやっちゃうんだろうみたいなさ、なんかそんな気がしてなりません。私は子供の頃、その独眼竜政宗終わった後にケンさん病気された時は、私はね、子供の頃よ、子供の頃はこれ独眼竜のたたりだなんて思ってたけどね、片目こうね、こうアイパッチしてやってらっしゃったけど、これ子供の頃よ、大人になってそう思わないけど、子供の頃なんかそんな風に思ってたけど、大きくね体調崩されて、ただ若い子、今もイケメンだけど、若い頃のケンさんどぎついイケメンだからね。でまず骨格が白人に負けてないっていうね、白人黒人に、強みですよ。こんなん出ました、いかがでしょうか。よしこ。さなうやぶれ若虫しするは愚かし。さなうなしにかましわが楽しい楽しい。因を燃やしようとし弱き厚し凝固し、そしてまた因をなす。やとが。今年最後の長寿パワー入りました。どうでしょうね、今年の夏ぐらいからかな、半年間ぐらい、2022年リッキータロットにお付き合いいただきありがとうございました。そして2023年も引き続きよろしくお願い申し上げます。いいね、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。大変励みになっております。今回もご視聴ありがとうございました。リッキータロットリッキーでした。それではまた、バイバイ、良いお年を。